はい、今日はですね、こちらですね、こちらミヤマクワガタの立体標本を使ってアートのね、ある一部をね、作っていきたいと思います。ということで、こちらですね、はい、乾燥させました。はい、こういう感じでね、はい、乾燥させて立体標本ができております。こちらの立体標本を使います。はい、ではね、まずね、この昆虫針ですね、昆虫針を一本一本ね、丁寧に抜いていきます。乾燥してね、固まってるので、ちょっと刺激でも壊れてしまうので注意してください。ということで、一本一本丁寧に今から抜いていきます。昆虫針をね、抜き終えました。こういう感じですね、はい、立体標本になっております。はい、ミヤマクワガタがね、羽をね、広げて飛んでいるシーンになっております。まあ、こういうね、立体のね、標本は各自ね、個人のね、形にね、していただければいいと思います。標本にもね、基準というものがあるみたいなんですけども、ゲロッチョにはね、あんまりね、基準はね、頭に入れておりません。自分の好きなような形でね、させていただいております。ということでね、こういう感じでね、はい、飛んでる姿をね、作らせていただいております。これをね、ある一部のね、アート作品に使用していきます。はい、こちらのね、立体標本を向こうの方にね、あちらですね、奥の方に取り付けていきます。どのようにね、取り付けるかね、見ていただければありがたいと思います。ひゅー、はい、先ほどの立体標本を取り付けました。こちらミヤマクワガタね、羽を広げて敵地の方に向かっているシーンを作らせていただいております。こういう感じでね、立体標本を使っていろいろなね、形にね、作らせていただいております。ということですね、これからね、どんどんね、作っていくんですけども、あちらの奥のカブトムシはね、司令官になります。ということで、このようにね、立体標本をいろいろ作らせていただいております。こちらの手前のカブトムシはですね、あるシーンの一部を作らせていただきました。で、奥のカブトムシはですね、味方を助けるために急降下しているシーンになっております。そしてあちらですね、あちらスズメバチはクワガタをね、運んでいる、ね、シーンになっております。ということで、いろいろなね、形のね、標本を作らせていただいております。こういう感じでね、まだまだね、たくさんね、もうちょっとね、工夫をして立体標本でアレンジしていきたいと思っております。はい、こちらの手前はですね、クワガタを食べているスズメバチがね、クワガタを食べているシーンになっております。こういう感じ。そして奥のね、はい、雲ですね、雲はこちらの敵のね、スズメバチのボスになっております。ということで、こういう感じでね、いろいろな形を作って表現をさせていただいております。まだまだね、もうちょっとね、加えてアレンジしていきたいと思っております。そしてね、削るとか削ってやります。上ですね、はい、上は天空の島ゲロッチョン島になるんですけども、こちらのゲロッチョン島なんですけども、ある程度ね、だいぶね、傷んでるところがほとんどになってきております。これをね、今どうしようか考えております。天然のものを使用してるのはちょっとね、月日がかかってしまうんで、これを全体的に位置からね、やり替えるのか、それともね、一部一部をね、再開発していくのかね、考えたいと思っております。全体的に見ればこういう感じです。ということで、まだね、下の方はね、まだまだね、はい、建築のね、準備をしていっております。ということでね、またつまらない動画ばっかり上がっておりますけども、もしね、よければまた見ていただければありがたいと思います。じゃあね、バイバイ。